まあ、単純なことで、うん、日本って既得権益にすがるっていう意味でね、非常に特殊な国なんですよ、うん、既得権益が残ってる限りはね、既得権益にみんなへばりついて醜い争いを始めるわけです、うん、で僕のゼミからね、町づくり町おこし協力隊で全国に知ってるやつらもいるんだけど、日本はね、実は田舎に行くほど地方に行くほど地獄、うん、でそれは残されたちょびっとの既得権益をめぐってみんなへばりつくので、うん、一切の制度的なイノベーションもできない状況になる。